こんにちは。今日はですね、競馬にまた、そのまま直接タープをつないで、設営するというような感じでやってます。まあ、いつもポールは2本使うんですが、このやり方であれば、ポール1本でなんとかだったりもします。今日はねちょっと風が強いですね。冬の風ですが、今日はですねデイキャンプにやってまいりました。のんびりしてですね、ちょっとあの気持ち的にリフレッシュして帰ろうかなと思ってます。風が強いということで料理をしていきましょう。最近ですね、なるべく野菜を食べようと思ってまして、今回はね結構野菜たっぷりの料理を作ろうかなと思います。例によってですねピーラーを忘れてしまったので、オピネルのナイフでジャガイモの皮を剥きます。使ってるのはオピネルの8番です。どうしてもですね刃が短いのでキャベツみたいな大きな野菜を切るときは、ちょっとね切りづらいというところがあります。切り味自体はね問題なく切れるんですが、まあ多分ですねこういう野菜を切ろうと思ったらオピネルの10番、まあ、この辺りを使うのがですね、包丁に近い感じで使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、8番は8番でですね持ちやすかったりとかそういったメリットはあります。今度はベーコンですね。ベーコンも食べやすそうな大きさに切ります。そしたらですね鍋の中にオリーブオイルをひいて、まずはソーセージを炒めていきます。普通にねシャウエッセンとか使うのもいいんですが、まあ、見た目と味的にですねこういったものの方が美味しいのかなと思ってちょっとハーブが入ったようなソーセージを使いました。ある程度ソーセージを炒めたら今度はベーコンを入れてまた一緒に炒めていきます。この段階でですね何を作ろうとしているのか分かった方もいるんじゃないかなと思いますが、今回はですねあったかい料理を作ってみました。特にですね、野菜を炒める必要はないんですが、ちょっとだけですね、炒めて、それから水を投入します。水はまあ野菜が浸るぐらいですかね。まあ、それぐらいの水を入れて沸騰させます。あとですね、彩り的にあると嬉しいパプリカ。パプリカもですね、適当な大きさに切ってこの中に入れていこうと思います。で先ほどのですね水の中にコンソメキューブを2つ入れました。であとはですねキャベツとパプリカを入れてグツグツ煮込んでいくというだけの料理です。
ぶ寒くなってきましたね。今夕方の4時半ぐらいなんですが、今日は温かい料理なので早く食べたいです。もうちょっとでできるはずなんですが、そうこうしているうちにですね、完成しました。今回の料理はポトフを作ってみました。味付けはですね、コンソメキューブとあとは塩コショウ、これだけなんですが、かなりね、優しい味と言えばいいのかな、優しい味で、野菜もね、かなり柔らかく煮込まれてますので、全然しつこい味はなくてですね、もうほんと何杯でも食べれるというような料理でした。意外とポトフってですね、名前自体は知ってるんですが、なかなかね、作らない料理なのかなと思いまして、今回はね、初めて作ってみました。煮込むだけの料理なので失敗することなく作ることができる料理です。さあ、そうしましたらですね、今度は片付けに入るんですが、設営がかなり簡単だっただけあって、撤収もね、すごく楽です。もうやることといえば、全てのペグを抜いて紐をきれいに畳んで、まあ、ソロキャンプでなおかつデイキャンプというものであればですね、まあ、これぐらいの方がですね、設営も撤収もですね、すごく簡単に済ませることができます。基本的にネジ止めするだけなので、取り付けもね、取り外しもすごく簡単なので、このキャプテンスタッグのカージョイントかなり使えると思います。冬になった途端にですね、僕なんかもうすぐ風邪をひいてしまいましたけれども、皆さんですね、風邪をひかれないように、暖かくしてお過ごしください。それでは。